こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、スカイサービスエアラインズのエアバス A330-322 のモデルプレイの紹介したいと思います。はい、この飛行機は、北米で初めて導入されたエアバス A330 です。じゃじゃーん。おー、スカイサービスエアラインズですね。で、エアバス A330-322 です。で、スケールは400分の1です。はい、これは北米で導入された、初めて導入されたエアバス A330 です。こちらにデカールが貼ってありますね、機体に。おー。はい、スカイサービス。おー、これいいですね、この模様が。スカイサービスエアラインズはカナダのチャーター便専用の航空会社ですね。はい。じゃーん、今回のモデルのメーカーはドラゴンズウィングです。はい、香港のモデルプレーンのメーカーですね。はい、おお、これですね。はい、香港のメーカーです。はい、では、じゃあ裏と同じですね。では、じゃあ早速開けましょう。おお、いいですね。ちゃんとスタンプが開けます。はい、出します。よお。あ、スタンドがあります。お、いいですね。ランディングギアがあります。おお、こうなってます。はい、いいですね。じゃあ、では開けましょう。じゃじゃーん。おお。はい、スカイサービスのエアバス A330 です。おー、綺麗ですね。いいですね。おー、はい、こちらにボディに書いてありますね。北米で初めて導入されたエアバス A330 です。はい、機体番号はあれですね、 CF バスです。はい、この後ろには、はい、おカナダの国境のマークがありますね。エアバス A330-322 です。あー、こう感じです。結構塗装が綺麗ですね、エンジンの塗装もしっかりしています。はい、ここにランディングギアが後で取り付けます。あとは台座の取り付けのところですね。あー、はい、スカイサービスエアラインズはもう現在はもう運行されてないです。2012年に運行停止となりました。残念。はい。運行中には、いわば330を11機を保有しています。一番多いのは、いわば A320 ですね。うん、ウィングレットの方も綺麗ですね。はい。いわば A330 自体はワイドボディの双発ジェット旅客機です。はい、もともとは中短距離で設計された旅客機ですね。大型旅客機です。 A320 は小型旅客機です。この大きい、はい。で、あとはまあ、その後は高速距離を延長されたので、長距離でも運用、できるようになりました。おー、330のベースはエアバス A300 ですね。このエア胴体を延長化されたものです。ですからちょっと大型機です。はい、旅客機以外には貨物機とあと軍用にも使われているですね。結構ベストセラー旅客機です。生産数はなんと1150以上です。はい、初飛行は1992年です。運用開始は94年です。現役の旅客機です。今でも飛んでます、まだどこかで。日本では採用されてないんですけども、海外では結構ヨーロッパとアメリカでは結構採用されて飛んでいます。はい、では、じゃあ、これからちょっとランディングギア取り付けます。はい、じゃじゃーん、ランディングギア取り付けました。おー、
チェーンリンと、はい、後輪を取り付けました。結構ですね、ランディングギアがしっかりしています。回れます。これがギアが結構、うん、精密にできてますね。綺麗に、はい、こんな感じですいいですね。おお、結構なかなかドラゴンズの製のモデルプレーンのクオリティが高いですね。はい、ではじゃあ今からターンテーブルで展示したいと思います。はい、スカイサービスエアラインズのエアバス A330-322 です。おお、かっこいいですね。では今から空港のプチジュラまで展示します。はい、空港の駐機場のプチジュラまです。今スカイサービスエアラインズのエアバス A330 が、駐機したところですね。おー、いいですね、かっこいい。では今からスタンド取り付けて飛行中のエアバス A330 を展示します。はい、飛行中のスカイサービスエアラインズのエアバス A330 です。おお、かっこいいですね。以上です。アシンちゃんでした。今回はスカイサービスエアラインズのエアバス A330-322 のモデルプレーンを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、スカイサービスエアラインズですね。カナダのチャーター便専用、航空会社です。で、残念ながら2010年にサービス停止となりましたので、現在は飛んでいませんです。はーい、この感じですね。あとこの、ボーイン、のエアバスは、北米で初めて導入されたエアバス A330 です。ここに書いてありますね。おお、結構気になる、旅客機です。はい、今回のは、メーカーは、ドラゴンウィンズです。香港の、モデルプレーンの会社ですね。はい。はい、じゃじゃーん。おお。はい。スカイサービスエアラインズのエアバス A330 です。おー、機体に書いてありますね。北米で初めて導入されたエアバス A330 です。おー、機体番号はこと書いてあります。CF バスカナダの国旗も書いてありますね。おー、エアバス A330-322 です。おー、
結構塗装も造形も綺麗です。はい、エンジンの塗装もしっかりしてるし、でランディングギアも取り装着可能です。どちらにしてもいいし、スタンドで展示してもいいし、ランディングギア取り付けてね、はい、もういいです。はい、結構いいですね、綺麗塗装も。はい、水浴の、この塗装までは再現されてるんですね、綺麗。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。